どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、毎週恒例っていうのはもう私だけ言ってるんですけども、今週もね、トクタビマイルキャンペーン ANA マイルを使った、トクタビマイルキャンペーン、今週もね、発表されて、19日から25日までの間の、対象路線なんですけども、今回もね、紹介していきたいと思います。で、今回もですね、もともと必要マイル数から、減算したねマイル数で、対象路線飛ぶことができます。で、この今週のトクタビマイルは基本的に国内しかありませんので、それで注意事項が先に言うと、こちらインターネットのキャンペーンですね。毎回言ってる通りインターネットのキャンペーンなので、デスクに電話して予約したらダメですので、それだけ気をつけてください。で、今回はですね、羽田、札幌とかですねあるんですよね。特に、羽田札幌なんて7500マイルが通常マイルなんですけども、今回ね4500マイルで行くことができますんで、まあちょっとね3連休の予約はもうほとんど埋まってるかと思うんですけども、もしね空きがあって探して見つけられたら、ぜひ狙ってみてはいかがでしょうか。羽田札幌とかね、この時期ですけど、まあ今9月ということで、まあ、まだね冬にちょっと入る前なんで、まあ基本的にはシーズン的にどうなんでしょうかねっていうところはあるんですけども、でも片道4500マイルで行けますんで、1人9000マイルで往復することができるんですよね。で、これ普通に買ったらいくらするかっていうと結構値段するんですよね。羽田札幌、まあ国内旅行って ANA マイルを持ってる人って、まあ、結構ね国内旅行もマイルで飛んじゃうんで、基本的にねお金ってあんまり気にしない人多いんですけども、まあ私今年の3月にですね、函館の方にね ANA マイルで行ったんですけども、その席もですねプレミアムクラス、もともと特典航空券で通常の席を取ってたんですけども、それをプレミアムポイントでプレミアムクラスにね、まあなんていうんですかね、まあ国内線のちょっといい席みたいな感じでちょっとアップグレードさせてもらって行ったんですけども、まあちょっとね私、まあこの動画見ている方はですね現金に細かいことを知ってるかと思いますんであれだと思うんですけども、ちょっとね現金計算して、まあその時ね家族旅行で、妻と、息子で行ったんですけども、まあ息子はまだちっちゃいんでねお金かかんないんですけども、2人でね行ったんですけども、まあ、3人で行って、2人分の座席代だったんですけども、それもですね、なんと1席8万円もしたんですよね、往復で。まあ2人で16万円。って感じですよね。これが ANA マイルの力だとは言わんばかりなんですけども、まあ、そういうこともありますんで、まあ、マイルで取るとね本当に安く済んじゃうんですけども、これを現金で取ろうとするとね結構高かったりしますんでね、まあ、こういうマイルがね一気に減算されてる時にねぜひ狙ってみてはいかがでしょうか。で、マイルで取ればね基本的に費用はかかりませんので、まあ現地代とか、まあ、空港までの行き帰りとかねそういうのはかかるんですけども、まあこの今週のトクタビマイルってもう本当に今週なんで、今から本当に来週の25日まで、ちょっと予定が空いてるけどマイルがあるみたいな人はね、まあ、ぜひね狙ってみてはいかがでしょうかという動画でした。で、今回もね、路線数は25路線結構ありますよね。先週は11か13とかだったんで、ほぼ倍ぐらいね、路線数はあります。動画のねサムネイル見てもらって、まあここがこの路線、このマイル数でこの路線みたいなのもね載っておりますんで、ちょっと顔が赤いですね。酒飲んでないんですけど顔が赤いですね。なんでだろう。まあそれはいいとして、まあ、そんな感じでねマイルはありますけどお金はちょっとみたいな人はね、ぜひね飛行機代かかんないで国内旅行行けて、まあ飛行機代をね全部現地のお金に充てるみたいな感じでね、行けたらぜひ行ってみてはいかがでしょうか。まあこれね毎週この今週のトクタビマイルっていうキャンペーンの減算、少しね減ったマイルでの案内は毎週ありますんで、まあ毎週
この動画で言ってるんですけども、チェックするのちょっとめんどくさいじゃないですか。まあちょっとこの動画のサムネイルでも見てもらえれば、ぜひね、まあこの動画もぜひ見ていただきたいんですけどもね、まああの動画見なくてもね、サムネイル見て、あ、今週はこんな感じで、このマイル数でここ飛べるんだみたいなのがね、見れたらなと思って、この動画作成させていただきました。まあこの動画では、このチャンネルですね、こんな ANA マイルに関することとか、ANA ステータス修行で私の大好きなニューヨーク、アメリカのニューヨークの街をね、紹介する動画を撮ってます。あとまあクレジットカードとかホテルとかね、まあ、その他にまあお得情報とかもやってるんで、もしよかったら、チャンネル登録ね、右下にとりあえずこれですか、こっちですか、とりあえず登録してみるっていうのがあると思いますので、もしチャンネル登録していただければなと思っております。今回の動画はねちょっとギュッと短いんですけども、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立ったって方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。Level up, level up, level up, level up.